随分と風の社が気に入ったと思う。それにしてもあんたらの場所は用意できへんよ。ちょっと疲れが見えてきたかな。そのようですね。攻めたきかと。風の社はラムコの住処でもあるんや。荒らす奴はどんな魔物でも許さへんよ。それにしてもイブザラッハの影響を受けるだけでここまで強くなるなんて恐ろしいな。他の魔物にまで影響を与えられては厄介ですね。早く大元を対処しなくてはならないな。アッシュたちの調査に期待しよう。